中空土偶とは、中が空洞に作られている土偶のことである。北海道旧南かや部町ナイ内遺跡で出土した中空土偶が有名であり、以下ではこの土偶について記述する。1975年8月24日、北海道の旧南かや部町でジャガイモ畑から中空土偶が発見された。地元の主婦が農作業をしていたところ、 畑から人型の焼き物が出土したもので、主婦が家族にその焼き物を見せたところ、教科書で見た土偶ではないかとの意見があったため、主婦は地元役場に相談した。これを受けて、南茅部町教育委員会が発掘調査を行ったところ、出土地周辺には縄文時代後期の墳墓群の可能性があることが判明し、諸法内遺跡として周知の遺跡となった。 出土した土偶は1979年重要文化財に指定された。発見された土偶は高さ 41.5cm、幅 20.1cm、重さ 1745g で、中空土偶としては国内最大である。作りが極めて精巧で、写実的であり、表面がよく研磨されている。非常に薄作りで、文様構成も優れていることから、 縄文時代における土偶造形の頂点とも評価されている。出土した南茅部の茅と中空土偶の空をとって茅空という愛称が付けられている。2004年12月、いわゆる平成の大合併により、函館市と南茅部町が合併した。函館市は諸法内野遺跡の内容把握を目的とした再調査を2006年に実施した。 この調査により遺跡の一帯から翡翠の曲が玉やうるし編などが発見されたため、改めてこの遺跡が縄文時代後期の集団簿であり、排斥を伴う土工母群に関連して埋葬された可能性が高く、当時の祭祀や呪術的な生活文化を知る手がかりとなった。これらの調査結果などを受けて、2007年、中空土偶、かや空は北海道内発の国宝に指定された。 2016年現在、函館市役所正面玄関にて、レプリカが展示されている。2011年10月1日、かやぞらの現物を常設展示する、博物館、函館市縄文文化交流センターが、函館市薄尻町にオープンした。同時に、道の駅、縄文土間南かやべも、同じ施設内にオープンした。かやぞらが、展示会等に貸し出される際、 展示棚の現物が空の状態かレプリカが展示される。ありがとうございます。